ドラクエ8で初登場となった錬金釜。この中に2から3個のアイテムを入れると、合成して新しいアイテムを生み出すことができる。組み合わせによっては素材からは、想像もできないような強力な装備品やアイテムが完成することもある。そこで今回は、やらないと損をする超有能な錬金として、13個ピックアップし、ランク付けしてみた。この錬金もやらないと損するぞ、というものがあれば、コメントで教えてほしいぜ。今回は超有能な錬金アイテムね。一体どんなものがあるのかしら。第13位はデイモンスピアだぜ。バトルフォーク毒針悪魔の尻尾の、3つを錬金すると作ることができる。第13位はデイモンスピアね。これはどんな武器なのかしら。主人公専用の武器で攻撃力は86、10% の確率で敵を即死させる特殊効果がついている。レシピはキャプテンクローと戦う海賊の洞窟で手に入れることになるが、材料自体は早ければドルマゲスと戦う前に揃えることができる。これはドルマゲス戦で大活躍してくれそうね。ドラクエ4から登場し続けているが過去の作品に比べると攻撃力がやや低いんだ。あら、そうなのね。しかしその分、錬金可能なタイミングがかなり早くなっているので何の問題もない。ちなみにドルマゲス戦前のタイミングだと、店で売られている武器の攻撃力が40から50ぐらいなので、どれだけ高いかがわかると思うぜ。約2倍くらい高いのね。また PS2 版では即死の特殊効果がザキ属性扱いだったが、3DS のリメイク版からは無属性となり、メタル系スライムにも通用するようになった。サミダレ好きだと4回の判定があるので、即死させる期待値は約 34% となっているぜ。それは使い勝手がいいわね。これはぜひ錬金したい武器だったわ。第12位は闇の衣だぜ。ヤンガス専用の鎧で守備力は87と歴代の中でも最高。しかも特殊効果として攻撃の回避率が4分の1となっている。第12位は闇の衣ね。説明を聞いている限りかなり強力な防具だわ。レシピはリブルアーチで手に入れることができるが、気になるのは錬金に必要なアイテム。三河氏の副コウモリの羽悪魔の尻尾の3つだが、先ほど紹介したデイモンスピアでも悪魔の尻尾が必要なんだ。ふむふむ、それはちょっと貴重なアイテムなのかしら。そういうことだぜ。通常の入手だとサザンビークの城の宝物庫や草原の洞窟、闇の世界にあるフィールドの宝箱の3つ。これ以外だと敵からドロップさせるしかない貴重なアイテムだ。たった3つしか手に入らないのね。最初のサザンビークで手に入れた時に、デイモンスピアと闇の衣のどちらを作るかという選択を迫られる。ゼシカとヤンガスのどちらを嫁に選ぶかくらい迷うな。それは2つに1つでしょ。どちらも優秀な装備品ということもあって意見が分かれるところ。こっちがおすすめ、自分はこっちを作った、みたいな意見があれば教えてほしいぜ。第11位は蛇皮の鞭だぜ。攻撃力は23でゼシカとゲルダが装備可能だ。第11位は蛇皮の鞭ね。これはどんな部分が有能なのかしら。この武器の有能ポイントは、ゼシカが加入した直後に作ることができること。ふむふむ。皮の鞭はゼシカの初期装備で、鱗の盾は180ゴールドで普通に購入できる。皮の鞭の攻撃力はたったの6しかないのに、錬金するだけで攻撃力が17もアップするんだ。ゼシカが加入してすぐに作ってしまえば、当分武器を買い替える必要はないわね。また蛇皮の鞭というの鱗2つを錬金すれば、ドラゴンテールを作ることができるのも大きなポイントだ。今後の錬金でも使えるから、無駄になることもない武器でよかったわ。第10位はファントムマスクだぜ。ククール専用の防具で守備力は48。特殊効果として攻撃の回避率が8分の1となっている。第10位はファントムマスクね。さっき出てきたヤンガス専用の闇の衣みたいだわ。このファントムマスクは錬金でしか手に入れられないもので、アイアンヘッドギアと、12位で登場した闇の衣の2つを錬金すると生み出すことが可能。まさかのヤンガス専用装備が生贄となるのね。一点物であるメタルキングヘルムを除くとククールの最強兜となるぜ。それ相応の素材が使われているものね。最速で材料が揃うのは豪雪地帯で知られるオークニスの街で、入手はそれほど難しくないのでぜひとも作っておきたいところだ。ちなみにククール専用装備の鎧でダンシングメールというのがあり、こちらも回避率は8分の1。なので両方を同時に装備すると、命中率は約 77% まで下げることができ、4回に1回はかわすことが可能だ。2つ装備することによってさらに化けるのね。これはぜひとも装備して避けまくりたいわ。第9位は山賊の斧だぜ。お察しの通り、ヤンガス専用の武器で攻撃力は55、
名前からすると盗み判定がアップするといった特殊効果があっても良さそうなものだが、特殊効果はついていない。第9位は山賊の斧ね。これはどんな素材が必要なのかしら。錬金に必要なアイテムはバトルアックスと盗賊の鍵の2つ。バトルアックスを購入できるサザンビークの城まで行けば作ることが可能だ。その段階で作れるようになるのね。バトルアックスでは攻撃力が物足りなくなり、次の斧が出てくるまでしばらく期間が空くことを考えると、ぜひとも作っておきたい武器の一つだ。時期的に錬金するべき武器のようね。これは効率よく進めるためにも作っておきたいわ。第8位はハイブーメランだぜ。ブーメランと鉄の釘の2つで錬金することができ、錬金が可能となる船着き場に到着すればすぐにでも生み出すことが可能だ。第8位はハイブーメランね。なんか素材的に強くなさそうだけど、それほど強力な武器ではないと思われるが、これを作らないとストーリー序盤の攻略難易度が大きく変わってくるぜ。おお、そうなのね。詳しく教えてちょうだい。攻撃力は32で、素材となるブーメランの攻撃力19よりもかなり高い。またアスカンタまで進むと出てくる刃のブーメランの攻撃力27よりも5ほど高い。そんなブーメランが錬金可能直後に作れるのだから、ブーメランのスキルを伸ばしてなくても持っておきたいところ。なるほどなるほど。それは作っておきたいわ。ハイブーメランを釣る。意味がわからないわ。使い方間違ってるわよ。ただハイブーメランを作ってしまうと、同じく鉄の釘が必要な盗賊の鍵が、九州動員跡地に到着するまで作れなくなってしまうのが気になるところ。結構どれを錬金するか迷うシーンが多いわね。どちらを先に作るかは好みによるが、個人的にはハイブーメランの方がおすすめだぜ。他のみんなはどちらを錬金したのかしら。簡単に作れそうだし錬金してみてもいいわね。第7位はダンシングメールだぜ。錬金専用の鎧で、踊り子の服とシルバーメールで作ることができるククール専用防具だ。第7位はダンシングメールね。これはどんな特徴の防具かしら。装備すると踊らずにはいられなくなるんだぜ。絶対嘘よね。守備力は57で、特殊効果は先ほどのファントムマスクのところでも紹介したが、物理攻撃の回避率を8分の1にアップさせることができる。そういえば紹介していたわね。ファントムマスクと合わせて装備すると回避率が4分の1くらいまでなるっていう。そうだな。呪文やブレスに対する耐性がないのは気になるところだが、回避率の高さはやはり便利だ。ストーリーでは歴史戦、また裏ダンジョンの竜の試練でも活躍してくれる。ふむふむ。また安い材料を組み合わせて新たなアイテムを作り、それを高値で売るという、本当の意味での錬金としてもダンシングメールはおすすめだ。まさかの金策にもなるのね。どれくらいの儲けになるのよ。踊り子の服が1300ゴールド、シルバーメールが4300ゴールドで計5600ゴールド。ダンシングメールは8200ゴールドで売れるので、2400ゴールドの儲けが出ることになる。ただしあまりやりすぎると売り値が下がってしまう点は要注意だ。マリサみたいな人が調子乗らないようにしているのね。これは装備しなくても錬金したいところだわ。第6位ははぐれメタルの剣だぜ。攻撃力は118で剣だけで見ると3番目に高い。名前からわかるように、メタル系スライムを攻撃すると2ダメージを与えることができる。第6位ははぐれメタルの剣ね。これは私も作った覚えがあるわ。錬金するのに必要なアイテムは古びた剣オリハルコンスライムの冠の3つ。一番最後に手に入れることになるであろう古びた剣は、最後の鍵があれば手に入れられるので、オークニス編になると作ることができる。確か錬金した後はぐれメタルの剣を素材にした記憶があるわ。よく覚えているな。このはぐれメタルの剣は竜神の剣を最強の剣である竜神王の剣に進化させるために必要な素材なので、ぜひとも作っておきたいところだ。そうそう、その竜神王の剣よ。またオリハルコンとスライムの冠もかなりの貴重品。うっかりメガトンハンマーやキングアックスを錬金するのに使ってしまうと、再び手に入れるのに時間がかかってしまうので要注意だ。頭が。経験者は語るね。マリサみたいにならないように注意だわ。第5位は女神の盾だぜ。ジェシカとククール、ゲルダの3人が装備できる。第5位は女神の盾ね。これはどんな性能を誇っているのかしら。守備力は55と盾の中では3番目でかなり高いのだが、それよりも注目したいのが耐性の高さだ。どんなものなのよ。なんとメラギライオヒャド、バギ炎吹雪系のダメージを半減することができるんだぜ。攻撃呪文のほとんどに耐性があるんじゃないかしら。この耐性は今作の防具では最強となっている。特にストーリー終盤に差し掛かると相手の攻撃も強力になり、
呪文やブレス攻撃のダメージ量が3桁になるというのも珍しくない。なのでこれらのダメージを半減してくれる女神の盾は、ぶっ壊れ装備だと言わざるを得ないぜ。これはぜひとも錬金したいわ。錬金に必要なアイテムは死神の盾と聖者の灰の2つ。中でも死神の盾は一点物なので、うっかり撃ってしまったりすると取り返しがつかないので注意しよう。頭が。どんだけやらかしてんのよ。さあ残り4つは何が来るかしら。第4位は神秘のビスチェだぜ。錬金に必要なアイテムは、危ないビスチェと光のドレスの2つとなっている。第4位は神秘のビスチェね。もうこの辺りはぶっ壊れしかないでしょうね。そうだな。この防具は守備力、特殊効果ともにぶっ壊れ。まず守備力は105で全ての鎧の中でも上から4番目だ。また回避率が4分の1で、これまで紹介してきた8分の1という数値が低く感じてしまうほど飛び抜けている。やば。ゼシカが装備できる鎧は、守備力だけで見るとメタルキング鎧やドラゴンローブなどが競合するが、回避率を含めるとゼシカにとっては最強の鎧と言っても過言ではない。全て良ければいいのだからな。宝くじ1等を当てるくらい強運じゃないと無理よ。また神秘のビスチェを装備すると見た目が変わる。着せ替え機能がついているのも見逃せないポイントだ。マリサが好きそうな機能だわ。スカートがついた紫のレオタードで背中には天使の羽がついており、白のニーハイソックスとガーターベルトがよりセクシーさを醸し出している。そんなこんなでゼシカの最終装備はこれに落ち着いたという人も多いはずだ。見た目まるで性能丸なら使わない手はないわね。リメイク版では追加キャラのゲルダも装備可能だが、ほぼ同等の性能を持つくの1装束があるため、ゲルダに装備させるケースは少ないな。ドラクエ8は着せ替えも楽しめていいわね。これは世の男性プレイヤーなら錬金必須だわ。第3位はドラゴンスレイヤーだぜ。装備できるのは主人公とゼシカ。リメイク版ではゲルダも装備することができる。第3位はドラゴンスレイヤーね。これはどうやって作れるのかしら？錬金でしか入手することはできず、必要なアイテムはドラゴンキラーと豪傑の腕輪の2つ。つまりドラゴンキラーの上位互換の武器ということだ。ふむふむ、特攻武器というやつね。攻撃力は83で、特殊効果は歴代ドラクエと同様で、ドラゴン系モンスターへのダメージアップ。ドラゴンキラーが 1.3 倍なのに対し、ドラゴンスレイヤーはなんと 1.6 倍で、ドラゴン斬りを合わせて使うと倍率は 2.4 倍となり、ドラゴン系には強く出ることができる。特攻武器とはいえ強すぎるわね。ドラゴンキラーはオークニスで購入できるので、すぐに錬金すれば砂漠地方にある幽骨の迷宮で役立つほか、裏ダンジョンの竜の試練では全てのボスがドラゴン系なので、主力武器として活躍してくれる。裏ダンジョンでは欠かせない武器のようね。これは作るべき特攻武器だわ。第2位はスーパーリングだぜ。リングの最上位といえるアイテムで、毒魔ヌー様ヒラリホーメダパニを完全に防ぐことができる。夢のような装飾品だ。第2位はスーパーリングね。性能がしっかりスーパーだわ。耐性がないのはザキ系とマホトーンぐらいなので、メタルキングヘルムや黄金のティアラ、友人の兜あたりで補うようにしよう。そしたらもう耐性は無敵だわ。錬金に必要なアイテムは破毒のリング、破幻のリング、満月のリングの3つ。このように言うと3つを錬金すればいいだけのように聞こえるが、破幻のリングは金の指輪と砂塵の槍を錬金する必要があり、さらに砂塵の槍も錬金専用装備なので、計5回の錬金が必要となる。これだけ強い装備だと錬金するのも大変ね。モンスターズシリーズをやっているようだわ。リングの最上位とあって、PS2 版では作るのにはお金と時間がかなりかかる。できれば全員分、用意したいところだが、なかなか現実的ではないので、とりあえず一つは必ず作るようにしよう。全員分揃えたらその努力を称えるレベルだわ。リメイク版では錬金釜の仕様が変わったため、全員分、作るのもそれほど苦ではなくなった。メダパニーマが厄介なレキスとの戦いまでに間に合うとかなり有利に戦える。それほど錬金素材を集めるのが大変だったようね。でも苦労して手に入れる価値があるアイテムだったわ。栄えある第1位は不思議なタンバリンだぜ。戦闘中に使用すると、味方全員のテンションを1段階アップさせることができるというぶっ壊れアイテムだ。第1位は不思議なタンバリンね。全員のテンションって聞くだけでヤバすぎるわね。誰でも使うことができるが、ククールに持たせることが多い。そのため彼のことをタンバリン要員タンバリン男と呼んだり、中には不思議なタンバリンのことをククールと呼ぶ、残酷なプレイヤーもいるらしい。それほどタンバリン要員で有名なのね。なんて不明よな。似たようなアイテムとして、ドラクエ5に登場する戦いのドラムがあるが、あちらは全員にバイキルトの効果なので、
一度使えば死なない限り出番はない。しかしテンションは4段階あり、行動すると基本的に元に戻るため、ひたすらククールを叩き続けるなど出番は多い。タンバリンをククール呼ばわりしてるのマリサじゃないのよ。ちょっと発言を振り返ってほしいわ。錬金に必要なアイテムは、太陽の冠、魔獣の皮、怒りのタプーの3つ。通常プレイだとレシピがわかるのは裏ダンジョンに行けるようになってからだが、材料自体は神鳥の魂を手に入れれば揃えることができる。なので早ければ魔剣レオパルド戦から投入可能だ。ふむふむ、PS2 版だと最大で2個まで作れるほか、リメイク版では3つも錬金することができる。ただ2個でもゲームバランスは崩れてしまうので、やりすぎには注意が必要だ。さすがに自制しないといけないわよね。これは1位にふさわしいアイテムだったわ。ということで今回の動画は以上だ。このチャンネルではドラクエに関する、面白いネタを今後も投稿していくぜ。チャンネル登録するかどうかは任せるので、もう一本、別の動画を見てもらえると嬉しいんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。